ばんは。こんばんは。ありがとうございます。本当にもうありがとうございます。9月もアミライブ、そしてレディオいきたいと思います。タヤシ&コウタン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1曲目では、風見鳥、
からマイクの扱いが下手すぎ。大丈夫。大丈夫です。はい、テバペペで風見通り、そして青春カンパックを聴いてみました。はい、次の曲は、なんと、我々のオリジナルの曲を一曲。今日できたね。そうですね。先月もちょっと作って、今日形になりました。仮タイトル。お前らタイトルつけるんだ。全部仮タイトル。全部仮タイトルね。アゲインです。Thank you.
いるユニットをやってまして、なんか忘れるんですね、そのこの2人いるとトリオだったっていうのが、トリオもやってたっていう忘れないであげてください。そうなんですよね。いや、違う、あの彼を忘れるとかじゃなくて、あ、トリオの中の2人だなっていうのを忘れるんですよ、あの、よくも悪くも。で、弾けるはずなのにやってなかったという、CD の1曲目、放課後の音楽室でやりたいと思います。では次のタジアのコータ、あ、やばい、言っちゃった、ごめんコータ言っちゃった、コータです。次のタジアのコータ、最後に言いますけども、ね、このメロディーが入れ替わるようにこの MC も入れ替わると、新しいそうですね、そうですよ、新しい感じで、ね、新しい感じで少々お待ちください。コータ最近あのなんか変わったことですか。ちょっとあの、いや、どうしようかな、暗い話になっちゃうんですけども、うちで猫を2匹ほど飼ってまして、そのうちの今1匹が、まあ、4歳と、まあ、もう1匹が1歳なんですけれども、4歳の方が今なんか特殊なレアな病気にかかってしまって、今闘病中の身でして、で薬とか、食事とかも強制的にあげてるような状況で、なかなか、看病する側もなかなか大変な感じなんですけれども、まあ
人間の看病するときはもっと大変なんだろうなと思った、そんな日でした。じゃあ元気になるように元気になるように、願いを込めて、我々のオリジナルで締めたいと思います。タイトルはやっぱり帰りの方もまま思い出の渚です。聞いてください。以上、感謝のコータでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。